どうも、ベン・リーです。今日はこのパイナップルをおしゃれに食べやすく切る方法をご紹介します。ではパイナップルをまず半分に切っていきます。これをさらに半分に切ります。皮に沿って切っていきます。あとはこのまま切っていきます。切り終わったら一個ずつ交互にずらしていくだけです。もう一つ芯を外したやり方もご紹介します。では芯の下を切っていきます。片側を切り終わったら反対側も皮に沿って切っていきます。芯を少し持ち上げて中を切っていきます。交互にパイナップルを出します。どうでしたか？この2つの切り方、ぜひお家でも試してみてくださいね。ではまた。